来た来た。マリックは来た。はい、よろしくお願いします。今日はですね、皆さん、はい、挑戦します。皆さんの頭脳の格闘技やります。3人は今から私がやるマジックを見て、はい、こうだろうっていうのを当てていただければ、はい、皆さんの勝ちという。本気で、本気でいいですね。本気で、本気でいいです。じゃあ、ご覧になっている方も、使うのはマッチ。はい。はい、サインペン、うん。どこにでもあるマッチ。はい、サインペン、じゃあ三四郎持ってもらった三四郎に何本か三本でいいや、そこにこの軸に赤い印をつけてもらいます。こうですか、はい、こういうことです。はいはい、はっきりつけておいてください。三本につけて、三本、ま、それ真っ赤につけておいてください。これぐらいで適当、はい、これあの全部はい、適当に、はい、これはっきりわかりますよ。三、はい、本印をつけてもらいました、はい、大丈夫ですか、はい、で、これをこう混ぜて、はい、これと一緒に、はい、混ぜてシャンプーする。あんまり経験ないなって初めて見る絵が今流れてますよ。はい、はいはい、混ぜましたね、はい、指先だけで印のついたマッチの軸と、はい、ついてない糸を当てるという。見ないで、見ないで、無理無理無理、それはで、まず目で違いっていうのはまず印がついてるかついてないか以外はないんです、違いはないですよ。頭も全部普通に適当に私ここから出しただけです。普通、大丈夫ですか。はい、普通です。あの赤いだけです、ね、赤いだけ。うん、あ、その辺のハンカチ貸して大丈夫ですか。何もないはい、いきますよ。はい、混ぜましたね。はい、入れますよ、この下に、うん、入れました、ね、もうわかんない、もうわかんない。大丈夫ですか。手入れますよ、うん、なるほど、え、なるほど、これは印はついてない。あ、ついてたついてない、ついてない、あ、ついてない、うん、いや、間違いあります、これついてる、うん、え、なんでこれついてない。は、指先の感覚だけでインクのその感触ってありますよね。ないですよ、これついてない。え、ついてない。ああ、これは違うな。これついてる。はい、あとはついてない。はい、という具合にこの指先のこの感覚だけ、感覚だけでどのようにして当てるかというのを皆さん頑張って考えてください。はい、中入ってで分かった人は私の方へ来て、あ、こう、こうじゃ、ここじゃないですかと言って破ってます。で、私はこちらでお菓子を食べて待っております、どういうことですか。このお菓子ちょっと見てて、このお菓子を食って待ってますあ、わかりました、言った方は私にそれで喋っていただければ、これがね、また美味しいんですよ情報が多い、情報が多い、草が多くてこれもね、これ美味しいんですけど、ね、あれ、あれすごいヒントなんじゃないの。いや、どうせ時間かかるだろうと思って本当にわかんないよ、うん、お、三種の熱そうだな、お菓子食べながら悔しい悔しい当てたら、当てたら一つぐらいあげるからね。悔しすぎる。いや、そんなに考えるほどじゃないよ、これ全部一緒ですよ。いや、触ってもいいですか。いや、もうちょっとちょっと待って、ちょっと待って、一緒ですよ、これ一緒ですよ。あ、うまいな、これさっき最初間違えてるんだよね、うん、だけど何やってるのか全くわからない。これ入れてみます。入れて、ちょっと入れて、まずついてるのとついてないのをハンカチの下に入れて、2本の違いを指先だけで分かるっていう、それをやってみるというね。お互いについてるのついてないのを1本ずつ持って3人はそれぞれ違いを見つければいいんです。で、この中に、あ、これついてないのね、赤いサインペンあったっけ、こうやってつけるでしょ。えー、はい、
それだけこれだけ？いや、その2本の違いで分かってきたらこっち来てくださいね。これは分かるとアリさんじゃなくてもできるんですか？あ、もちろんです、もちろんです。もうね、80年前に考えられて、私はね、どっかで一回はやってみたいなと思って、ずっとやらないまま、このままやらずに置くと、このマッチがなくなっちゃうじゃないですか。今そうですね。マッチがもうなくなってしまうから、どっかでこれ残しておきたいと。素晴らしいアイデア、素晴らしいアイデア。あ、分かったかもしれない。あ、はい、はいはい、来たらお菓子ありますよ、食べてください。来たのか。最初分かったの？いや、僕は。え？ちょっと一回。ちょっと一回やってみていいですか。お、ユリすごい。ちょっと分かる。あ、それでも。これどれがいい。これ石川さん。自分手入れて、印こっちでパッと出せれたら大したもんですよ。よしよしよし。お、すごいすごい。いきますよ。はい。お。これついてない。ついてない。ついてる。あ、タクヤ見つけたね。え？あ、今見てるじゃない今。え、僕が今見てるところですか。でもマリさん見てないんだもんな。マッチだからできるんですよこれ。すごいでしょこれ。これすごいヒントじゃない。マッチだからできるじゃない。つまようじではできないんですよ。ってことはそこのあれだよ。芯の部分が重要なんだよ。芯は。はいよ。いくよ。あ、ちょっと。これ折れて。分かっても言わないでください。こっち来てくださいね。うん、これね、徐々に分かっていくところが面白いんですよ、徐々に。よしよし。はい、最初は分かったの。全然分かんない。私行きます。ゆうり、分かったのかな。うん、あ、分かったみたいだね。これね、うん、色ついてます。ついてる。もうただの大嘘つきの男だね。大嘘つきって分かったと思ったんすよね今。ちょっとじゃあ、だってじゃあハズレなん、今のちょっとさ、そうそう、入れてみ、マリックさんに。あ、今ちょっと、うん、なんでそれは、なんで僕がどういう考えでやったかっていう。これで合ってたらこれ合ってたらもうポンポッポンポッポッ。惜しい、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 惜しい。今のユリのに惜しいがあるんですか。惜しい、惜しい、いいとこが来た。マジか、すごいミスリードが起きた。これちょっとユリにこのお菓子食べさせたらわかる。このお菓子が、お菓子がヒント。これ知ってる、このきなこの、これ知らない、知らない。食べてみようか。食べてもらう。これ本当ですか。本当ですか。わかる、この美味しさ。美味しい。わかる、この菓子だ。この菓子食べたら絶対わかる。この、そういうこと、この、え、なんで、うん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 、お菓子食べたらわかる。このお菓子を、なるほど、なんで食べてるかっていう。あ、なるほど。そう。いや、ちょっと、分かった、一回やってみるより。そうそうそう、行きます。ちょっとやってみていい。まあ、一回じゃあ、一回混ぜますよ。お菓子が本当、うん、このお菓子食べたい。大丈夫だったよ。はい、おついてない。ついてない。おお。二分の一ですよ。一回も当ててないくせに。あ、ついてる。ついてる。おお。ええ。なんだ。ついてない。やばい。ついてない。おお。え？見てない。偶然超えてるね。ついてないですね。ついて、おー、すごいね、さすがに。ついてます。おー、おー、マジで、マジで。え、なんで、なんで。すげえな。はい。あー、はい、はい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 。お菓子食べていいよ。あ、大丈夫です。これ食べると自信つくんで、自信つくでしょ。あ、やっぱこう食べると分かりますね。これ美味しいでしょ。やっぱね、食べると分かるね。うん、食べると分かる。そうそうそう。食べると分かる。だってよ、頑張れ。いや、この菓子食べなきゃダメでしょ。そうですね。これついてる。おう、ついてない。
しい。すごいね。確かに一瞬で分かる。なんででもお菓子を食べると分かる。そう。でもなんでか分からないですね。あ、これ関係ない。これ関係ない。関係ないです。あれ、拓也さんがなんか気づきましたよ。何が分かったの？お菓子なんだね。うん。先生が食べてるお菓子ですよね。これ食べると分かるんだよね。いや、食べると分かる。ちょっと分かりますね。これついてない。ついてない。嘘つきかどうか分かるでしょ、ちょっと、そうですね。うん、あれ、分かる。食べたら分かる。これ食べたら分かる。ちょっと1個いただいて、ちょっとね。このお菓子は、これ美味しいんだよ、これ。食べたら分かる。食べたら分かる。食べてごらん。1個。え？これ、分かった？イソフラボンは関係ないですよ。イソフラボンは関係ない。イソフラボンは関係ないよ。ちょっとそれで食べた上でちょっとやってみて。食べた上でやってみてください。今の感じで。これを食べたらもう分かります。うん。絶対言ってくれ。両手でやってみて。両手で。両手でですか？これついてない。どう？ほら。ついてる。ほら、おお、食べたら分かるだろ、食べたらついてない。おお、ついてるわ、これ。おお、じゃあちょっと一応、やっぱり全員すげえ。ほうほう、まあまあ、そのとこだね。はいはい、はいはい、すごいすごい、面白い。これ面白いよ。食べたら分かりました。そう、これヒントだけにしてみましょうね。そうですね。あの、皆さんもね、マッチの軸で、はい、この印をつけたのと、はいはい、つけてないのの、はい、当てるには、このきなこねじり棒という、これを食べながら考えると分かります。分かりますね。あの、ちょっとぜひ分かったって方はコメント欄に、はい、予想でも何でも結構です。はい、いただければ。面白いということで、はい、はい、こんな楽しみ方もあるということです。はい、それではまたお会いしましょう。さよなら。